今のちょっと面白かったな。これが？あ、なんかクセか。なかなかやるな、おめえさんも。何脱いでんだよ、お前。風間の頭も、いいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたが、プロモーターになりたいぐらいだ。イエスミやば。口が聞けなくなる前に吐け。空の一粒の真犯人は、誰なんだ。どこに隠してる。まさかここでこいつと戦うんか。調子に乗りやがって。うわ、マジか。なんか俺もうちょい中ボスっていうか後から戦うようなイメージだったけど、なんか戦いそうだな。お、うわやば、鬼じゃん。エンマ大王かこれ。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、道島を甘く見るなよ、キリ。体仕上がりすぎだろ。こいつもういい年したおっさんだろ。ちょっと待って、お前そのフットワーク、本当にボクシングやってたんすか。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかって。たく、過去の栄光にいつまでもすがりつくじじい。こういうやつは長生きしねえな。力いくぜ。やってやろうじゃねえの。あ、これ一つのボス戦ですかね。クゼ。しゃあね、やってやるよ。おめえなんかこのチンピラモードで十分なんだよ。うし。ここなんかぶ、まあ、いや、まずはこのヒートアクションで、このディーセントを台無しにする。オッケー。相変わらず硬く、スプレーかけてんね。やば。ただちょっと他のやつとはね、ちょっと、物が違いそうだな。オッケーオッケー。ほら立ってよ。どんだけディーセント掴むね。やっぱヒートアクションがあれだな、種類少ないかもしれんな。うん、いった。立て立て。こいつなんかコンボ技みたいなのあんのかな。ちょっと一回回復しとくか。うん、こいつには普通にチンピラモードの方がいけるな。うん、やばい、なんかボクシングスタイルに戻ってきた気がする。うん、こいつボクシングっていうかもう総合格闘技だろ、やってんの。うん、初期の UFC みたいになってんだけど。うっし、しまいだよ。なんとか倒せましたね。キリュウ、てめえは。ずいぶん大胆なところで。あ、来た。兄貴二人が。兄弟、手貸せ。このガシマシュ。お、大御所登場ですか。こいつは。おやじ。堂島。なんかふっくらしてない、極みの時より。こんなデブキャラだったっけ。なんかもうちょい細く細かった印象なんだけど。張ってたんじゃねえのか、クズ。このあれですよね、サングラス。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。キリュウ風間です。お前、うん、恥見せちゃって悪いな。取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。いや、まあ俺じゃないんだけどさ、ぶっ殺したのは。真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。ああ、ここであれか、これがこのシーンだったのか。
叱って殺しはやってませんって。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけません。無理すんな小沢。お前片手に手かけんのか。そうか、もう抜けた手になってんのか。材料で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと。やっちまったな。俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな兄弟。あわの俺もはっきり聞きました。キリュウはもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえらクゼ、これ以上無様さらす気か。うわ、何、まな板、まさか。マジか。え嘘だろ。まさかこいつが縁故詰めることになることになるとは。クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。嘘だろ、これちょっとやばいって。グロいシーンだわ絶対。自らのしきたりを守る。やばい、よく見とけよ。やばい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 、これはまずい、これはまずい。見たくねえ、ちょっと指痛くなるこれ。やばい、やめてくれ。やだ、ちょっときついわ。王様、マジでやりやがった。やばい、小指が痛い、小指が痛い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 。普通に、しかもそれを普通に触りやがったし、あいつ。お前